車が大きくなったのはいいんだけど燃費は気になるな。どうなの？日本の燃費でいきますと今エコカー減税等のいろんな制度があります。でそれがまあ目標の一つの目線ということになります。あとは、まあ競合性いろいろありますが、まあ、お客様がやはりこの車でこのクラスで燃費がいいとしっかり感じていただけるそういう性能を目標にしてやってきました。やはりハイブリッドというのは静粛性というところが一つガソリンエンジンに比べて大きなポイントだというふうに思います。そういう意味では今回ラグジュアリーパッケージにもしっかりハイブリッドのラインナップを入れておりますので、そういう形でおもてなしというところでも一つのアイテムとして言えると思います。よくわかりました。